はい、皆さんこんにちは。それではサムライメイデン続きからやっていきましょう。前回つむぎお姉様やったんで、次は運命に従う忍者やっていきます。難易度は安定の普通でいきます。小耳ちゃんがまだ行方不明って感じかな。この辺りなら安全よ。落ち着いて話ができるわ。小耳ちゃん探しですよね。次はつむぎちゃんもイヨちゃんも無事でよかった。もちろんつむぎちゃんは調律の巫女だものね。そんなに心配してなかったけれどまあ強いんだろうね。あ、私の名前覚えてたんですね。あんな大騒ぎの中で一度しか名乗ってないのに、うん、私は忍者だもの。一度聞いたことや見たものは決して忘れないの。ましてやこんな可愛らしい子たちのこと忘れるわけないわ。でしょ、うん、やばい、鋼さんもちょっとやばそうだねイオちゃんみたいにちょっと変な方向に行かなければいいけど、一応忍びなんだよね。あのごっついものつけ、なんか錬金術み、鋼の錬金術師みたいなものをつけてるけどね。ちょ、距離が近いですってば。なんだか戦国時代っぽくない人だな。あ、ちなみにご注意なんですけど、このゲームは女の子はゆりゆりするらしいので、皆さん苦手な方はブラウザバック推奨らしい。改めて自己紹介しておくわね、うん、私は鋼、調律の巫女を助けるために来た忍びよ。じゃあ今回は鋼さんがついてきてくれるのか。鋼さん、忍者なんですよね。うん、一応忍者さんですね。でも私とは随分違うような。イオちゃん結構身軽だけど、鋼さん重そうだもんね。そうかもね。右腕、イオちゃんとは住んでる世界が違うから。どうやってついてんのそれ。住んでる世界が違う、うん、確かに鋼さんはすっごい美人だし、忍びとしても有能そうだし、私となんか全然違うのかも。ああ、ごめんごめん、うん、そういう意味じゃないの。本当に言葉通り別の世界から来たって意味よ。そういえば初めて会った時そんなこと言ってたっけ。詳しく話してくれるんだよね。何から何まで分かんないことばっかり。どんな世界にいたのかね。違う世界って言ってるから。やっぱり何も知らなかったのね、うん、それなら私が知ってることを話すわ。まず基本からね。私の雇い主がイオちゃんの世界、つまりこの世界の本能寺の地下に冥界と呼ばれる空間が発生しているのを観測したの。雇い主何者だよ。つまり私たちが今いる場所よ。ここまではいい？うん、冥界の奥には魔王が眠っていると記録されているわ。そして魔王が蘇る時、それを倒す力を持つ調律の巫女が現れるだろうって。あなたよ、つむぎちゃん。まあタイミングバッチリってとこやんな。やっぱりそういう話なんだ。うん、お前戦国時代行けみたいな。なんかただそれだけじゃ先祖みたいなやつ、何が何だかわからないじゃない。魔王って何なのか、どういう力を持っていて、どのくらい強いのか、目的は何なの。そうなんだよ、目的は分かんないんだよ。調律の巫女もそう。ずっと昔に魔王を倒した人らしいけど、それ以外は不明。これはどうつながっていくの。じゃあ鋼さんも何も知らないってこと。分からないから調べに来たの。魔王の力と目的を調べて、ついでに調律の巫女を助けて魔王が蘇るのを防いでこいって。それが私の雇い主から受けた任務よ、うん、あ、ちょっとムービーの途中なんですけど、ムービー中はね喋りますんで、ごめんなさい。ムービー中は喋りますのでご了承ください。うん、まあ、あんまり喋らんように極力注意払うけど、うん、気にしないで。イオちゃんから聞いた話とほとんど同じだけど、信憑性が増したっていうか。そうか、
やっぱりマジなんだね。じゃあ小耳ちゃんも同じような感じやんな、多分。魔王の目的についてなら、明智様がこの世界の天下を横取りするために魔王を蘇らせようとしてるって信長様がおっしゃってましたが。ありがとう、イオちゃん。なるほど、やはり魔王を蘇らせようとしてる黒幕がいるのね。誰なんだろう、明智がちょっと怪しいけどね。でもそうはさせないわ。そのために私が助けに来たんだし、イオちゃんと小耳ちゃんだっているんだもの。うん、その通りです。何がしたいんだろうね。ありがとう、味方がいてくれて本当よかった。私一人じゃどうにもならなかったと思う。いや無理でしょうどういたしまして。素直な子ってお姉さんは好きよ。ここに来る前まではただの JK だったんだからな。話を戻すわね。そういうわけで私とイオちゃんは違う世界の忍者なの、うん、だからいろいろ違うんだと思うわ。まあ、イオちゃんはこの世界の忍びやんな。違う世界の忍び？やっぱりよくわからないです。忍者って言葉が同じだけで、イオちゃんはイオちゃんで鋼さんと違うのは当たり前ってことだよね、鋼さん。みんな違ってみんないいみたいな。とてもいい説明だわ、つむぎちゃん。違ってていいんですね、安心しました。うん、それにしてもどうやら私が調律の巫女ってのは確定っぽいね。でもその他のことは全然分かってないし、ますます不安になってきた。でも今これ本能寺の最中なんだよね。どうなんだろうね、信長生きてるけど。そう難しく考えなくてもいいんじゃない。これは運命なんだから。やだなこの運命だったら運命に従ってできることは最大限やるし、もしそれでもできなかったら。できなかったら、その時は潔く諦めましょう。いや笑い事じゃないんですけどごめんなさい、茶化すつもりはなかったの、うん、大丈夫、きっとなんとかなるわ。あーなるなるなる、大丈夫だ。なんとかってどうやって。みんな強いから。冥界については一緒にいたもう一人小耳ちゃんが詳しいはずよ、うん、何せこっち方面の専門家だそうだから。みんな違うんだよね多分ね。そっかそうなんだ。じゃあ早くその専門家さんを探しに行きましょう。そうね、こういう物語作ったな。しし行きましょう。あの子泣いてなければいいんだけど。小耳ちゃん、小耳ちゃんのことは昔から知ってんのかな。運命に従う忍び忍者。ああお、セクシー。なるほどね、なんだその武器は。みんなよろしくね。はい、からくりの準備はできてるわ。イオちゃんよろしく、鋼さんお願い。うん、え、向こうに何かあるわね。お縄の術。おお。いい感じだわ、このまま進むわ。ちょっと待って、操作がねおぼつかない。それ。はい、爆弾ありがとう。それ。うん、放出。一網打尽丸ボタンだよ。しちゃおうかしらね。とやば、あよ、待て、久しぶりにやってるから操作が。へい、いや、豆返し。それ。と、もう少しで倒せそうよ。はい。それ。よしよし。それ。へえ。私でもやれるんだよ。あよ。いい感じだわ。
このまま閉められたんだけど後ろ。そういうことある。2。綱引きは得意なのよ。綱引き。お縄の術。そうや。これは取れる？取れないか。そうや。取れないんだ。ああ、多分これあれだろう。このロープのやつでしょ。ロープというか。なんかいろんなあるね。これ前やったやつか。敵が出現しました。すべての門番を排除しないと先に進めないみたいね。どうやぞ、どうだ、どうやぞ。おい、じゃあ行きたね。雷剣射出。雷剣射出。どうだ。そうか、この子がね、あの鋼さんが雷属性なんだよね。どうやぞ。俺最初小耳ちゃんが雷かと思ったら、小耳ちゃんは多分ね、氷属性なんですよね。どうだ。おわ、スマメ返しが強いでございます。どうやぞ。どうやぞ。おい、あ、アイテムはイオちゃんしか使えないんだっけ。イオちゃん、よろしく。だよね。リング変化、これぐらい簡単よ。次に進みましょう。ちょっと試し打ちしただけ。ごめん、イオちゃんごめん。鋼さん、お願い。それ。なんか罠みたいなのがあるけど。さっきね、記憶のかけらがあったんですよね。ちょっと、強そうな気がする。こんな時は、あれを使えば。それ、それ。怖い怖い。おお、なんか爆散していく。なんか勝手に爆散してて。それ、それ。なぎ払い。あかん。あかん。まだまだ。すごい。それ。あかんあかん。すごいな。マジで。それ。それ。しびれなさい。それ。おお。もう少しで倒せそうよ。オッケー。お願いし。オッケー。あれ。やりました。さすがね。このまま進もう。お、これか。お縄の術。あよー。あ、地雷を入手しました。このアイテムなんかどうなんだろう、使うことあるんかな。当たんねえ、むずこれ定めんの。それそれ、あ、あるね。え、いい記憶のかけら。それで二王通がある。二王通じゃねえや、二王がある。ボス戦っぽいな。それボス戦っぽいっすね。縄の術。イオちゃん、よろしく。あれ、あの門番、いつもの骸骨っぽくなくない？あれは私と同じカラクリ人形だ。鋼さんと同じ、この世界の、あのそれにしては全然あれか、元いた世界の敵も出てくるのね。私はただの人形だもの。相当広いわね。あの何をするでもなく徘徊しているってことは、自立機能を失っているみたい。もう与えられた任務が何だったかも思い出せないんだわ。今はただ自己防衛本能に従って近づく者を攻撃するだけの存在よ。そんな爆弾食らわんな。私たちの特徴を取って、もう少しで倒せそうです。 OK、 グだったな今回。まだまだこんなものじゃないんだからね。はい、かわいい。え、
かわいい。無事任務完了。みんなかわいいな。お、一気に8まで上がったぞ。